父に本当に、まあ、私は子供の頃いろんな小話を教えてもらいました。本名は大輔って私言うんですけど、大輔、小話を教えるから、これ絶対受けるから、やりなさい、大きくなってもやりなさいって教わった小話があるんです。これは林家秘伝の小話でございます。ぜひとも皆さんに聞いていただきたいと思っております。よろしいですか？心の準備はよろしゅうございますか？